もぐもぐ飲める野菜ジュース？ある日ジュース屋さんはモルカーたちが大好きな野菜と果物を絞ってジュースを作りました。ところがモルカーたちの反応はいまいち。自信作なのになんでだ？そんな時、残った野菜をもぐもぐ食べるポテトを見てジュース屋さんはひらめきました。そうか、野菜の食感も好きなんだ。そこで野菜と果物を丸ごとすりつぶしてみると、モルカーたちが目を輝かせてもぐもぐとジュースを飲み始めたのです。つぶつぶとした食感だから粒野菜と名付けたそのジュースは行列ができるほど大人気に。もぐもぐ飲めてモルカーも人間も大満足。おやつにもぴったりだね。